江戸時代の初め、平和を謳歌する京の都人たちを描いた舟木本洛中洛外図屏風。この屏風には2500人余りの人々が登場します。特に五条大橋の周辺は都でも最も賑やかな場所の一つでした。この屏風の世界にコンピューターで入り込んでみましょう。小袖や足袋を売る商店街を東に向かうと五条大橋です。東山で倒った桜を手に持ち、踊りながら橋を渡る人々と出会います。祇園祭りが営まれている四条通りから南へ下ると当時の境内が見えてきます。でもこの屏風に描かれた当時には何かが足りません。